はい、ワッツアップ、こんにちは、のりおちあいです。今日はですね、僕のおすすめするメトロノームを紹介したいと思いますが、このメトロノームを買っていただければ、まあ、必ず、まあ、世界で通用する、まあ、すごい、ものすごいリズム感が身につくということをお約束します。っていうのはね、冗談ですけれども、すみません、真面目に話しますけれども、まあ、メトロノームを、何のために使うのか、メトロノームは必要なのか、メトロノームは、使わない方がいいのか、というね、まあ、いろんな、リズムとか、メトロノームとかでも、いろんな意見が、情報が、錯綜してると思うので、まあ、結構惑わされちゃう人もね、多いんじゃないかな、と思います。で、今話すことは、まあ、ごくごく当たり前の話なんですけども、まあ、でも中にはね、やっぱり惑わされちゃって、どうしたらいいんだろうなんて思う方もいると思うので、まあ、そういう方のためにお話しさせていただきたいと思いますが、まず考えなきゃいけないこと、あんまりイメージとか、で話してもしょうがないので、でメトロノームは所詮機械だからそんなものに頼っちゃいけないんだとか、それ人間のリズム感とは違うんだとかね、そういうイメージで話してもあんまり意味がないと思うので、具体的にじゃあ何のために使うのかとか、じゃあ何が鍛えられるのか、何が鍛えられないのかっていうことを考えたら分かりやすいと思うんですけども、まあ、メトロノームの一番得意なところ、強いところって何ですかね。まあ、簡単ですよね。正確さ。まあ、どんな人間より正確にタイムを刻んでますよね。まあ、それはもうすごい、一番すごいところですね。で、一番ないところっていうのはフィールですよね。リズムフィールがないから、まあ、なんか生きたそういう躍動感がないと。まあ、メトロノーム聞いたりとか、まあ、そういうコンピューターで、まあ、単調に打ち込んだだけの単調なリズム聞いて踊りたいとか、体がなんか動かしたくならないっていうのはリズムフィールがないからですよね。で、皆さんが多分多くの人が言うすごいかっこいいリズムと、まあ、人間が演奏する、まあ、ジャズでもかっこいいリズムっていうのは、そういうなんか気持ちいいとか体が動くような、まあ、一言で言うと。で、そのかっこいいリズム感を身につけるためにはフィールが必要ですよね。その、ものすごいかっこいいリズム感を持ってる人たちっていうのは、すごいリズムフィールを持ってるわけですよね。あ、かっこいいなと思わせるような、体が動いてしまうような。で、じゃあ、その彼らがすごく、じゃあ、ね、すごいトップクラスの、世界のトップクラスの、すごいかっこいいリズム感を持ってる人が、じゃあ、正確さも同じように、世界で一番、その、すごい正確な人たちの順ですごいかっこいいリズムを表現するかっていうと、そうじゃないと自分は思います。でも、そのかっこいいリズム、人とグルーブしたり、バンドとしてグルーブするためには、まあ、最低限の正確さっていうのは必要なわけですよね。コンピューターみたいに正確である必要はないかもしれないけど、じゃあ全然どうでもいいかって言ったらもちろんダメなわけで、最低限の、正確性を持ってないと、そのかっこいいリズムも表現できないっていうことですよね。で、ここでもう一回、メトロノームに戻ると、メトロノームっていうのはその正確さを鍛えるには一番いいわけですよね。どんな人間よりも正確さを持ってるわけなんで。で、それを、物差しにしたら自分がどれだけ正確じゃないかってことも、わかるので。ただ、フィールをそれで鍛えることはできない。まあ、厳密に言うと全くできないことはないかもしれないんですけど、まあ、なぜかっていうと、やっぱり人と、グルーブするリズムのいろんな言葉の定義をお話しした動画がありますが、まあ、その動画の通りで、そこで言ったグルーブですよね。人とグルーブできる、バンドとしてグルーブできるっていうことですけども、まあ、メトロノームとグルーブできれば、多分メトロノームがすごいかっこよく聞こえてくるわけですよね。最初は全然、つまんない、なんか音だったのが、かっこよく聞こえてくる。ってことは、その、自分のリズムフィールも良くなるわけですから、それを聞いて気持ちよくなって自分が演奏すれば、だから、まあ、リズムフィールも、まあ、ある意味全く鍛えられないわけではないとは思いますけども、でも一応メインのポイントはそのタイムを鍛えるってことですよね。だからよくメトロノームを使えばかっこいいリズム感を得ることができるとか、まあ、メトロノームを使ったってその世界に通用するリズムは得られないとか、いろんなそういうことを言いますけども、まあ、具体的に言えば、その正確性、すごい正確さは鍛えられる。得られるかもしれない。けども、そこでフィールは、その機械と演奏してるだけで、その、やっぱりリズム、すごいかっこいいリズムフィールは得られない。から、整理して言うと、
じゃあメトロノームを使えばすごい世界で通用するリズム感を得られるのかっていうと、それだけではそうとは言えないと。ただメトロノームを使うことによって、そういう目指すところに必要なものを得ること、鍛えることが、可能ではないか、まあ、有効だと考えることができるんじゃないかなと思います。なんか迷ってる方いたら、あんまり迷わないですね。正しい使い道で正しい目的を、理解して意識されて、メトロノーム使って、練習していただけたらいいなと思います。はい、今日は、メトロノームに対するいろんな意見が飛び交う中で、自分なりの意見を、お話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next video. Okay, bye bye.